さ、ロマサガレスやっていきますということで、いや、ロマサガレスね、最近ちょっと頑張ってやってるんですけど、現当上ね、前回期限ギリギリにやって、まあ、そこそこ、まあ、間に合わなかったのもありますけど、まあ、半分以上は20クリアできましたと。で、おとといね、螺旋回路をようやくやり始めたんですけど、ちょっと想像以上に強くて、140回がね、ちょっと強かったですね。ちょっとめんどくさいなと思ってるところです。そして、ピンクタイガー編。ただね、幻灯場とかね、螺旋回路やってみて思ったのが、自分ね、やっぱり主要どころは必ず抑えてるので、攻略に必須なキャラクターを持ってることにちょっとびっくりですね。さあ、今回は必須キャラクターいるのか。ピンクタイガー、ドット絵。3点。ウルピナ、ドット絵。なんか、肝。顔が肝。1点。アザミ、ドット絵、3点。イラスト、ピンクタイガー。悪くないっすね。3点。あんま覚えてないけど、確かエミリアでしたっけ。ウルピナ、イラスト。ドット絵だけじゃなかったね。イラストもあれだったね。まあ、2点。アザミ、おアザミいいじゃん。4点。うん、個人的にはウルピナの性能が光ってるなっていう気がするけど、ちょっと抜けてるなって思うけどね。他のキャラクターたちよりちょっと抜けてるなっていう気がしますけど、超高火力回転のスタン持ちって感じですね。まあでも今回のキャラクターたち別にこいついなかったらなんか攻略に困っちゃうなっていう感じはしないかな。まあだからルールは守れそうっすね。今のロマサガレスのガチャルールは、マックス30連で、何かしらの新キャラ出たら、もうその時点で終わりというルールなんですが、前回ね、速攻で出てくれたんで、ちょっと石がね、なんか、3万4万くらいあったんで、ちょっとお後で動画外でね、レイ姫狙いに行ってしまったらね、まさかの80連 SS 出ないっていうね、地獄を見ました。でも今回は別に本当に動画外で引くことはないかな。ちょうど3本チャレンジって書いてあるんでね、マックス30連ルール行きましょう。まあでもイラストドット絵的にはアザミが一番欲しいかな。ピンクタイガーは、あれなのかな、エミリアでスタイル統一されちゃうのかな。よしよし、危ねえ。今一瞬落ちるかと思った。サブのスマホで動画撮ってるんでね、いつもね、通信がたまにおかしくて。一瞬落ちると思いましたが、復活しました。一応2体走りしたけど、爆発はせず。でもあるんじゃないかな。おっしゃ。予想通りアザミ一本釣り。まあ、アザミもね、まあでも2番目のスキルのね、忍法毒斬りっていうのが、もしかしたら、毒と暗闇なんで、まあ多分毒と暗闇の、幻灯場もいつか来るでしょうしね。その時に刺さるかもしれないですね。それを抜きにしたら多分自分の中では、ウルピナがね、性能的に当たりだったんじゃないかなと思うんですけどね。確率特大で BB 回復に、腕力上昇っすからね。結構火力も高そうだし、高火力の単体でもね、オートで相当回せるんでね。ウルピナってさ、ウルトラデラックス以来久しぶりの新スタイルですからね。欲しいところではありますが、ちゃんとね、ガチャルールね、守ろうかなと思います。まあ、一応イラストとかね、ドット絵のデザインが比較的いいね、アザミがゲットできたんで。ウルピナが引けたとしても自分は絶対にドット絵とイラストは変更しますね。そんな感じで、見事一番狙いのアザミちゃんゲットで、どうもありがとうございました。